こんにちは。お天気をお伝えします。今日は立冬、冬の始まりです。今朝はそんな暦に合わせたかのように強い冷え込みとなりました。今朝の最低気温は陸別町で道内の今シーズン最低を更新、標茶町でマイナス 6.6 度、札幌は手稲区の山口で今シーズン一番の冷え込みとなりました。季節がまた一歩進んだ今日、天気のポイントはこちらです。暦通り初冬の寒さが続きそうです。では今の釧路の様子です。晴れていますが気温は一桁。では午後の天気と気温です。最高気温は釧路で10度、札幌で11度と道内各地で10度前後の予想です。平年並みから11月中旬並みとなります。午後も太平洋側を中心に日差しが届き、札幌は晴れたり曇ったりする見込みです。稚内は夜遅く、日付が変わる頃から雨が降る見込みです。空気が乾燥しています。肌や喉のケアを心がけると良さそうです。では気になるこの先の寒さを見ていきます。札幌は明日の最高気温は10度と今日よりも低く寒さが続きます。あさって水曜日は13度と少しホッとできそうです。最低気温はしばらく5度以下。週末になると寒さが和らぎそうなんですが、お出かけ日和とはならず天気は荒れそうなんです。各地の週間天気で詳しく見ていきましょう。こちら今の函館、明日は冷たい雨となりそうです。では週間天気です。明日は函館や札幌はお昼前後に雨が降り寒くなりそうです。帯広や釧路も午後はにわか雨の予想。その後は道内各地でしばらく晴れマークが並びますが、週末は広く雨、低気圧の影響で雨足や風が強まり荒れた天気となる見込みです。以上お天気でした。